トーステです。本日は2023シリーズジュニアトーナメントプレイヤーの郡司裕也選手使っていこうと思います。先日登場したジュニアトーナメントプレイヤー無料の契約書もね配布されて、皆さんね誰かしら獲得したと思います。その中でファイターズで登場したこちらの郡司裕也選手、プロスペース2チャン版は初登場でございます。いやこの写真といいね、本当に今年ファイターズに来て大活躍して、来年以降の活躍が期待されてますね。早速能力の方見ていくと、中弾道のミート63、パワー61、総力69。総力型の中弾道で、いやミートパワーこんなに低いのか。メイン適正キャッチャーで突4でファーストドレフト可能です。そもそもね突できる方そんな多くないんじゃないかなと思います。特能がチャンス20丸選球眼界初球、2年前と比べたらかなり特殊能力強くなってます。金融の忘れてたんですけど、生放送の方で、ガチャ20連引いて獲得しました。ってことで今季途中中日から加入した郡司選手使っていくんですけど、今回のオーダーは2024年ファイターズの現役オーダーということで、こちらのオーダーやっていこうと思います。あ、もう少しね欲しい選手いるんですけど、自分が組めるオーダーはこのような感じです。打順ね迷うんですけど、個人的には2番郡司でちょっと期待してるので、チャンス20丸なんですけど2番で使おうかなと思います。今回ね突はできてないんですけど、特訓と特能はマックスにしてきました。この郡司選手で一発狙っていこうと思います。では行こう。さあ現役オーダー2番キャッチャー郡司裕也で打てるのか。まあ松郷でヒットで盗塁したら初球消えちゃうのかな。なかなかね特能を出すの難しいんですが、早速行きましょう。さあ1番バッター、 Go is God。 よし、さあこれ盗塁してチャンス発動したい。さあ1打席目、おお選球眼初球、ミート75まで上がるんですけど、打てるのかこれで。とりあえず盗塁しましょう。これ初球消えちゃうけど、まあいいや。チャンス来い、チャンス、よし。ああ、まあ初球消えたんですけど、まあ79-70か、ちょい微妙。お、入った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 、うーわ惜しい。やでもいいよ構え、この郡司の構え結構好きっすね。どうだどうだ、おお。さあ4番はライドラマンチューでございます。あのパワーヒマンチューのね動画も今後どっかで上げようかなと思ってますので、最新の万波選手はしばらくお待ちください。ってことで最新の藤井荒野、うわ詰まった、いやーマジか、うわうまっ、郡司、あーグレート、うわ甘っ、あおー意外性発動した、いやわかんねタイミング、待って普通に難しい最新の藤井選手、ちょ落ち着いて、うマジ、おー郡司で打ってほしかったけど、フィーバー、おフィーバー、あーうわうまっ、よしよしチャンスで、またまたぐんぐん郡司、うわぐんぐん郡司チャンス出ねえわマジかよ、よしよしでかいでかい、これ特の全部出ねえかな、おおえぐ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 、スクショスクショ、よし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 、うわこれ一発あるぞ、いやちょこれアウトコース流して一発は無理か、いや今のいけた、いや待って初球消えちゃった、あー球速い160キロ、いやでもどんな球でも打ち返す、それが郡司裕也、ぐんぐん郡司、うわあーマジか、うわーめっちゃ悔しい、えマジか、プルヒオットフィーバー、うわ強え、いやなんかスプリット多いな、いやー許してくれやせんよって感じですね。どうだ、さあ2打席目のぐん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 じ、いやこのぐんじはしんどいな、さすがに、しかも相手藤波やで、いや無理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 、てか待って、なんか応援がバグってんだけど、ファール、おお強えぞ郡司、お前ライドラか、いや下手すぎ、
はい、軍事軍事軍事。ぐ。さあ、2打席連続7番の一発チャレンジ、これ成功したらかなり激え許してくれやせんよって感じですね。え、マジ？ちょっと待って、チャンス作りたいんですけど。いや待って、これチャンス作るのが難しいから、これ次の試合とかちょっと代打で行こうかな。よーし、ヒットは打てそうですね。うまっ。おお。さあ、ぐんぐん軍事。いや、これね、初球なんで、盗塁で走ってもあんまりストライク入れられたらあんま意味ないんでね。てかまあ、しゃあないな。さあ、チャンス来い。いやー、初球聞いただけかよ。おお、これマジできつい。よし、また岡本だよ。許してくれやせんよって感じですね。リバー反走。おー、超えると。よし、さあ代打ぐんぐんぐんじいきましょう。多分ね、これチャンス出ないとホームラン打てないって言ったところで出てくれたぜ。さあ、これ1打同点の場面で、モイネロ選手。チャンス出ない。マイナス1か。これむずい。ボールか、危ねえ。ちょっと待って、変化量わからん。やったわ。よし、とりあえず同点。ごめんなさい、ボール球。ちょっとね、ぐんぐんぐんじ、難しい。さあ、チャンスを作って代打ぐんじ。来い！何も出ない。でもね、結構金子ね、インコースのお釣り系、マジでこれ打てると思う。インコースのお釣り系でお願いします。アウトコースだ。よーし。いやー、このヒットばっかかなー。超えろ。いやー、ぐんぐん伸びろよ。いや、もう一度2024年オーダーに戻してきました。侍大谷対ぐんぐんぐんじ。よし、さあ、チャンス出てください。お願いします。本当にお願いします。チャンス出ないと打てません。なんで？お！うーわー！今の、いけたんじゃないっすか。ボールか。長距離だぞ。おお。いや、ぐんぐんぐんじだけやん。よし、みんなに繋いでけ。さあ、行きましょう。執念。うわ、引っ張っちゃった。ちょっとヒットでよかったのにな。さあ、ぐんぐんぐんじ。そういえば、ぐんじ選手について全然喋ってなかったんですけど、今年の6月にね、宇佐美選手と斎藤光輝選手、そして山本選手でトレードになったんですけど、結果的にはね、両チームともね、ウィンウィンのトレード、よし、チャンス来い。タイピンチ邪魔やな、マジで。で、今回のね、ジュニアトーナメントね、個人的にはタミヤ選手とか、まあ、それかぐんじ選手、まあ、どっちかが来るんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、郡司選手もね、郡司選手でめちゃくちゃ嬉しいですし、来年はタミヤ選手とか、まあ、あとは有園選手とかも期待って感じですね。惜しいけど、ボールか。チョコマジ集中。ワンボール、ツーストライク。ボールまた。むず。よし、とりあえず郡司の勝ち越しタイムリーで勝ったんですけど、今後ホームランリベンジしていきます。